皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。10月ももう終わりますね。月が変わるということで、今回のゲームニュースは PS プラス11月のフリープレイにノックアウト式などをラインナップ。記事はゲームウォッチより引用しています。ソニーインタラクティブエンタテインメントは10月29日定額制サービス PS プラス加入者が追加料金なしで遊べるフリープレイにおいて11月に配信されるタイトルを発表した。今回フリープレイの対象となったのは PS4 用アクションアドベンチャー RPG キングダムズ・オブ・アマラー、ディレコニング、 PS5 4用パーティーファーストクラストラベル、PS5 4用対戦アクションノックアウトシティの3タイトル。ファーストクラストラブルのみ提供期間が11月9日から12月6日までで、他2タイトルは11月2日から12月6日までとなる。このほか PSVR のフリープレイにはザ・ウォーキングデッド、セインツ&サイナールス、ザ・パーシステンス、アンティル・ユーフォールの3タイトルが選出されている。提供期間は11月2日から2022年1月3日まで。以上が記事の内容でした。それではここで今回紹介された6つのゲームソフトがどういうゲームなのかを軽く紹介します。キングダムズ・オブ・アマラー、ディレコニング。本作はプレイステーション3、Xbox 360向けに2012年に発売されたキングダムズ・オブ・アマラー、レコニングのリマスター版。物語の舞台は1万年の歴史を持つファンタジー世界アマラー。主人公は誰もに定められた運命があるこの世界で唯一運命を持たず自分で未来を切り開ける存在です。オープンワールドアクション RPG を歌っている本作。しかし細長く伸びた地形が多く、移動時にロードを挟む場面も多いので、シームレスにつながった広大な世界を駆け回るような感触は少なめであることはあらかじめ知っておいた方が良いかもしれません。育成の自由度も本作の魅力です。レベルが上がるたびにスキルを1ポイント、アビリティを3ポイント与えられ、これを振り分けてアビリティを習得強化することができます。メインクエストやサブクエストで訪れる街やダンジョンのロケーションもその地域に住む種族や文化によって大きく変化。それらの世界観を味わいながら、さらに強力な武器や防具を倒した敵や宝箱から手に入れ、これらを生かすためにスキルやアビリティ、ディスティニーを習得、自分だけのビルドを作り上げて冒険でも戦闘でもさらなる高みを目指していく。これら各要素の絶妙な噛み合わせによってキングダムズ・オブ・アマラー、ディレコニングはハマる人はとことんハマれるアクション RPG に仕上がっています。ファーストクラストラブル、アマング・アスやプロジェクト・ウィンターなどでおなじみのコミュニケーションを主体とした人狼のようなマルチプレイゲーム。本作は災害の起きた宇宙船内でプレイヤー同士が協力し、ペルソノイドと呼ばれる人間のふりをした AI を排除するのが目的のパーティーゲーム。6名いる参加者のうち2名はペルソノイドを操作し、人間側を操作するプレイヤーにバレないように彼らを排除していく。ゲームとしては 3D のアクションゲームとなっており、豪華な宇宙船内のビジュアルも特徴だ。ノックアウトシティ、エレクトロニックアーツが2021年5月21日にリリースしたドッジボールならぬドッジブロールゲーム。銃で撃ったり剣で切ったり拳で分からせたりする対戦ゲームが多い中、ノックアウトシティはボールで相手をぶっ飛ばすというタイトルだ。普通のドッジボールといえば四角いコートで味方と敵に分かれ、コートの中にいる相手プレイヤーにボールを当てれば退場となり、内野プレイヤーを全員退場させれば勝ちというのがオーソドックスなルールだ。ノックアウトシティのドッジブロールにはコートという概念はなく、
共通点といえばボールを相手にぶつけることくらい。普通のドッジボールは一つのボールを投げ合うが、本作にはボールが複数個あり、高低差や障害物があるマップで、いかに相手にボールをぶつけノックアウトするかが本作の基本的なゲームプレイだ。ドッジボールをベースにシンプルかつ簡単操作で楽しめつつ、スピーディーで奥深いゲーム性となっている。クロスプラットフォームプレイに対応しており、機種を問わず友達と一緒に遊べる。ザ・ウォーキングデッド、セインツ&サイナールス。ザ・ウォーキングデッド、セインツ&サイナールスはゾンビことウォーカーの発生から3年後のアメリカ・ニューオーリンズが舞台の作品。プレイヤーは通称ツーリストという人物として、豊富な物資が貯蓄されていると噂される軍用バンカーリザーブを探して崩壊したニューオーリンズの街を探索していきます。ジャンルとしてはアドベンチャーゲームに分類される作品です。バスを拠点にボートで各ステージに移動し、クエストをこなしていくという流れでゲームを進めていきます。本作の基本的な戦闘システムは多くの VR FPS と似た仕様です。ハンドコントローラーの内トリガーで武器をホールドし、近接武器の場合はそのまま刺したりオーダー、銃の場合は狙って引き金を引きます。武器はプレイヤーの脇ポケットに小型武器2つ、背中に大型武器を1つ携行可能です。総ボリュームは10時間以上。ウォーキングデッドファンならば最高に、そうでなくてもかなりの満足度を味わうことができます。ザ・パーシステンス。本作は事故に遭った宇宙船の最後の生存者となり、宇宙船の機能を正常に戻して地球へ戻るまでを描いた SF ホラーローグライク FPS です。物語は2521年、 AI が管理する宇宙船ザ・パーシステンスがワープの軌道から外れ、ブラックホールの近くに座礁してしまいます。その上、事故の際に重要なシステムが故障し、肉体を印刷することができるクローンプリンターが暴走し、人間の姿をしたモンスターを印刷し続ける状態に。宇宙船を管理する AI が自身を救うため、プレイヤーであるセキュリティ責任者のジム・リエダーの DNA を利用しクローンとして蘇らせるところからゲームは始まります。限られた武器やアイテムを使用して敵の攻撃をバリアーで跳ね返しつつ、脊髄にハーベスターガンを刺して幹細胞を採取しつつ、さらなるアイテム作成と能力のアップグレードを行うゲームですが、主人公は普通の人間なのですぐ死にます。数発殴られたり、見えないところから銃撃されたらほぼ死にます。つまり死にゲーです。しかも死んだらチェックポイントもなく、新たなクローン体からスタートする、そんなストイックなゲームとなっています。アンティル・ユー・フォール。アンティル・ユー・フォール、アーケードゲームにインスパイアされた VR ハック&スラッシュのローグライトとなっています。何時間も試行錯誤を繰り返して体を動かしながら自分だけの剣術を編み出しましょう。シンセウェイブのサウンドに乗せて手足を動かし、攻撃、ブロック、呪文詠唱、回避行動を縦横無尽に繰り出しましょう。この世界には魔力が封入されたモンスターがあちこちにうごめいています。装備するさまざまな武器に合わせてゲームプレイも変化します。この不可思議な世界をさまようモンスターを討伐しながら、さらなる強さを手に入れていきましょう。ロカー文明が滅び、クリスタルと化した廃墟には今やモンスターや邪悪な精霊たちが徘徊するようになった。最後のルーンナイトであるあなたはたった一人でこの恐怖に立ち向かうことになる。謎に満ちたルーンの研究家の力を借り、作戦遂行に必要な武器を鍛造するといったストーリーとなっています。以上が6タイトルの紹介となります。今月のフリープレイもどれも良いタイトルが揃っていますね。中でもファーストクラストラブルはフリープレイが初登場となる作品なので、
どういう評価となるのか未知数ですが、アマングアスやプロジェクトウィンターと同じ系統ということで期待のできる作品ということには間違いなさそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。